こんな風になっている人いませんか？はい、こんばんは、石原スポーツです。今日はですね、お店にいらっしゃるお客様からのリクエストになります。意外と皆さんできないのがこちら、グラブレースの綺麗な結び方ですね。過去このチャンネルでも2回ぐらいアップしてると思うんですけど、ここでもう一度見直しをしたいと思いますね。皆さんは綺麗に紐が結べてますか？こんな風になっている人いませんか？はい、こうならないように今日は練習をしていきますね。はい、じゃあやっていきますね。指掛け紐で練習します。紐の表裏に注意してください。同じ面を向けた方が、自分に向けた方が結びやすいです。2回結んでいきますからね。まず1回目、いいですか？左じゃないな、右を上にして回しますね。はい、1回回しました。こういう感じですね。はい、いいです。ブラッカーが見えてますよね。はい、じゃあ今度は2回目、左側を上にして回します。はい、綺麗に結べますよね。はい、はい、じゃあもう1回やってみますね。これどっちが上で回してもいいんですよ。今度は反対でやってみますね。左を上から回しますね。右はこう下側になるわけですね。こうですね。こういう感じですよね。はい。そしたら今度は逆の2回目は右ですね。を上に持ってきて、はい、こんな感じですよね。はい、じゃあ今度は普通のグラブレースでやってみますよ。はい、まずは右側ですね。右側を上に持ってきますよ。持ってきて1回目の結び目回します。こうなってますか？はい、1回目ですね。今度は反対の左側を上に通しますね。はい、それでズズルっと引っ張ってあげると、ほら、綺麗に結べましたね。はい、皆さんどうでしたか？すいません、地味な動画絵でしたね。はい、ちゃんと結べるようになりましたでしょうか？はい、これ綺麗に結べるとですね、見た目もいいですし、ほどけにくいですから、ぜひですね、グラブ好きな人はマスターしてみてはどうでしょうかね。はい、それでは今日は紐の結び方でした。さようなら。